はい、皆さんおはようございます。ジョイゼルさんです。今日はですね、放課後堤防日誌のスタンプラリーに、行きたいと思います。はい、というわけで高速で芦北の方へ向かいます。放課後堤防日誌、舞台が芦北ということで、いろいろイベントをやってるんですけれども、この2月いっぱいだけですね、スタンプラリーの方をやってますんで、そちら行きたいと思います。他動画ストック何本かあるんですけど、すっ飛ばしてこっちを先に出します。はい、田野浦インターを降りて、足北の下道に降り立ちました。これどっちだ、左か。で、ここからですね、まずはですね、海浦駅に向かいます。よいしょっと。あれ、こんな山の中通ったっけ。久しぶりに来たからわかんないけど、これ多分なんか違う気がする。おお、眩しい眩しいよ、見えねえよ。これでいいのか。なんかすげえ裏道に通された気がする。はい、山の中走ってきました。やりやがったな、グーグル先生。この下です、目的地。やりやがった、グーグル先生。マジかー。目的地あれです、海浦駅。やりやがった、グーグルの野郎。うわ、どうやって降りんだこれ。いけんの。よいしょ。はい、あそこが駅ですね。どうやって行くんだあそこに。ちょっとやっべやっべ、どつぼどつぼ。一旦国道まで出ました。多分国道だよな。どうやって行くの、この駅。左側なのは分かってるの、行き方が分かんないの。こっちから行けるよね、普通ならね。あ、正解だ。よいしょ、やっと着いた。はい、というわけで海の浦駅です。スタンプラリーの QR コードがあるはずなんですけど、どこやねん。衝撃の事実が判明いたしました。海の浦駅をモチーフにしたチェックポイントだったんですけど、海の浦駅に QR コードはないということが判明いたしました。あー、ちゃんと調べたきゃよかった。いくつかそういう場所あるのは知ってたんだけど。というわけでですね、また下まで降りて、なんか郵便局のとこらしいんで行きたいと思います。うわー、俺これ曲がれっか、これ怖えぞ。せーの、怖がんな怖がんな、一気に行け。よし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 、待って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 、あいよい、おい、ああ、よし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 。よすっげえ裏道通すやん、グーグル先生。表の道でも良かったんじゃないの。はい、というわけで、海の浦駅のチェックポイントになってる、簡易郵便局です。多分ですね、この左側だと思います。グーグル先生ずっと裏道通しやがってですよ。ほら、タッチショー。よし、さあ撮ってこう写真。海の浦簡易郵便局。はい、というわけで放課後堤防日誌、海の浦駅
のスタンプラリーのポイントですね。こういう風になってですね。じゃあ取ってきます。一個取りましたね。よし、あと6個していく。さあ、じゃあ続けていきましょう。今ですね、7時17分です。7時17分スタートで全部14箇所何分で回れるかチャレンジです。いけるのかい？よし、はい、次は白岩踏切ですね。白岩踏切はですね、宮本商店さんにさっきみたいな看板があるみたいなんで、そちらですね。ここから4分ぐらいだそうです。あ、宮本商店さん多分これですね。よしよしよし、看板置いてある。おお、看板置いてあるか。まあ、いや、とりあえず、あ、あれだ多分。はい、というわけで2つ目の、スタンプラリー白岩踏切ですね。よいしょ。はい、スタンプラリー2個目ですね。よし。はい、次は白岩踏切を渡ってですね、桟敷城跡に行きます。お、旧国史跡なんですね、桟敷城跡。こっちですね。はい、桟敷城着きました。あの看板がですね、駐車場のどっかに、ああったあった、すぐあったわ。はい、というわけで桟敷城跡のスタンプラリー、こちらですね、帝王西スタンプラリー14番桟敷城跡。さあ、ちょっと読んでいきましょう。 QR コード取れました。電波悪かったけどなんとか。3つ目ですね。はい、次はですね、桟敷駅かな。はい、というわけで次は桟敷駅に向かいます。うお、ちょっともう朝露でシールドがもう曇ってる。どれだこれ、これ平井じゃん。桟敷駅どれ、桟敷駅どれ、あれか、あれだ。あ、あそこに看板もありますね。よし、今回は守備よく見つけたぞ。はい、というわけで桟敷駅ですね。よいしょ、スタンプ。よいしょ、さっき電波悪かったからな。あれ、はい、ちょっとですね、足北高校取り忘れてました。なんでちょっと戻ります。ちょっとしたタイムロスですね。また行っても多分数分なんですけども、結構ですね、今回の、スタンプラリーはですね、同じ場所にボーボーって固まってるんで、比較的楽っすね。多分トータルで3時間あれば行けると思うんですよね。今僕始まって、30分弱、ですけれども、4箇所ですね。で今5箇所行きますんで、多分2時間でギリ行けんじゃねえかな。はい、足北高校見えてきましたね。看板がどこに置いてあるかだな。多分高校の中には入れてくんないんで、手前の、あったあったあった、あそこありましたね。よいしょよいしょ、よいしょっと、こちらにありました。はい、ということで足北高校、スタンプで押しておきます。よっ、俺の声使いづらいんですよね。はい、5個目ですね。よし、さあ次は天狗屋釣り具店です。まあその前にちょっと朝ごはん買いましょう。お腹空いた。はい、ご飯も買ったので天狗屋釣り具店に行きましょう。こっ
から先はですね、もうポン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 って取れてっちゃうんで早いです本当に。はい、国道3号線走って、天狗屋釣具店来ましたね。タコヒゲ屋のモデルですね。よいしょ、どうしよっかな、なんか買っていこうかな。はい、天狗屋さんで、スタンプを押しまして次に進みます。次は、足北大橋ですね。あちらありますけれども、あそこです。近いです。あの看板がどこにあるかなんですよね。よいしょよいしょよいしょ。あ、こちらですね、足北漁協ですね。